どうですか？さっきの琵琶湖大津かなの駅から来たんですけど、初めて来ました。日吉大社とか、あと坂本ケーブルとかね、なんかケーブル電車があるみたいですね。まあ、時間がある限りいろいろ回ってみようと思います。古風だな、案内所とかもあるみたいですね。日吉大社には到着をいたしました。坂本ケーブル徒歩5分。どうしよう、心が折れそう。でも長さも景色も日本一、気になる、すっごい気になる。歩道まで遠い。皆さんごめんなさい。まあ、日陰になったら涼しいね。日陰じゃない。今なんて言った俺。もうなんか疲れすぎてどっち言ったかわからない。日向はちょっと暑い。日陰は涼しい。うわ。でもね、あ、見えるかな、見えます、ちょっと見えないか。景色はいいよね。多分ケーブルカー乗ったらもっと景色いいんじゃない。もっとどころやないやろね。前回もお伝えしましたけど、このひろしの日常日記っていう僕のチャンネルなんですが、本当にここねちゃんっていうね、女の子が声で盛り上げてくれてるわけなんですけど、声で言葉がおかしいな、声と笑顔だな。なんかよくね、ここ口が回んねえじゃん、きつすぎて。ここねちゃんがね、すごい手伝ってくれて本当に嬉しいんですけど、本当にね、これからもひろしの日常日記、ひろしの一人ぶらっと旅、そして鉄道のチャンネル、バス運転士としての僕のチャンネル、よろしくお願いします。もうひろしのね、一人ブラッド旅って本当に当てもない旅なので、どこに行くかもわからないし、本当に行き当たりばったりの旅です。あ、ここ行こうと思ったらここ行くし、あ、もうきつい、やめようと思ったらやめます。そういうね、行き当たりばったりのブラッド旅ですが、ぜひ見ていただいて、なんか楽しんでもらえたり笑っていただけたら僕は嬉しく思います。ぜひね、これからもよろしくお願いします。なんやかんやらね、独り言のように話してたら、坂本ケーブルの駅に到着いたしました。なんかさっき看板で030ってなってたけど、そしたら次はジャストかな。とにかくちょっと、あ、世界文化遺産登録されたんだ、すごいな。
到着です。ほら到着、到着しました。はい、到着いたしました。うわ、景色がやばいですね。見ますか。それでは景色を3、2、1、どうぞ。どうでしたか。すっごく綺麗だったでしょ。あ、やっぱり山の上っていいですよね。本当に空気もいいし涼しいし、今日はちょっとね寒いぐらいですけどちょうどいいかな。うわ、もっと綺麗なところが出てきた。じゃあ一緒にどうぞ。うん、こんな感じですね。いいね。あ、こうしたらいいか。いいね、天気がいいから。本当に景色最高。言葉が出ない。嫌なことも忘れるよね。本当にぜひね一度来てみてくださいよ。最高の景色ですよ。今日ちょっとね、なんか白いもやみたいなのがかかってますけど、でも綺麗に見えてます。特に冬はね、空気が澄んでるんで、多分もっと綺麗に見えると思います。でも冬は特に寒いと思うので、厚着でね、来た方がいいかもしれません。ああ、今日なんか本当に来てよかったです。本当のヒロシのブラッド旅、最高です。なんか美味しそうな匂いがしてる。はい、それではここ坂本ケーブルの頂上、何テロップで流します。はい、ここねブラブラちょっと歩かせていただきました。本当にね、琵琶湖周辺と琵琶湖と滋賀ですかね、綺麗に見ることができました。本当に最高です。これからね、麓に降りて、大阪伊丹空港の方に帰りたいと思います。今日のですね、ヒロシの日常日記、ヒロシの一人ブラッド旅、ここ滋賀県の琵琶湖ですね、をブラブラいたしました。次回どこでお会いできるでしょうか。お楽しみに。はーい、
大阪伊丹空港に入ってまいりました。もう真っ暗になりましたね。最近ね、日が落ちるのが本当に早くなりました。そして、少しね寒くもなってきておりますので、皆さん風邪などねひかないようにお願いいたします。本当に今日は九州の一人ブラッド旅ご覧いただきまして誠にありがとうございました。次回どこに行くのかお楽しみに。それではまたまた福岡の方へ帰ります。じゃあ皆さんさよなら。そして伊丹空港ありがとう。また戻ってきた。